ハローアースノイド。キラの凶悪テクに対するネットの反応をお送りするよ。キャリブレーション取りつつ、ゼロモーメントポイント及び CPG を再設定、値、並び実質の分子4ポンプに制御モジュール直結、ニュートラルリンケージネットワーク、再構築、メタ運動のパラメータ更新、フィードフォワード制御再起動、伝達関数、コリオリ偏差修正、運動ルーチン接続、システムオンライン、ブートストラップ起動。ストライク、いきなりそんなこと言われても。テキラー。改めて見て思ったんですが、やっぱりこの時代のキラ怖すぎじゃありません。必死だったんだよ。初のモビルスーツ同士の戦闘だからとはいえ、ネイムドのミゲル相手にアーマーシュナイダーで勝つとこ好き。PS 装甲だよりに見えてスラスターで避けたりしてるの好き。PS 装甲にナイフって決定打になるのかな。ビームサーベルで PS 装甲ちょっと溶けたとこに、ピンポイントで刺してる。冷静に急所分析してついてくるキラやべえな。サーベルかすって中身がちょっとむき出しなところに、ナイフ刺した結果、コクピット内部で小爆発起きてメット割れて、破片が顔に刺さったけどイザークは痛いですんだよ。思い返すと名シーン製造機だな、アーマーシュナイダー君。基本的にこんな武器持ち出した時点で、どっちか確実に致命傷を負うからな。イザークの反応も含めて、印象的なシーンなのは間違いないよね。砂漠編はアクションもドロドロドラマも好き。すごい撮影だな。荒れてる頃の撮影すごいよね。ストレスすごいだろうしな。そんな時に怒りをどれだけぶつけても、あまり問題が出ない奴が現れればそうもなる。前編そうだけどこの時期のキラ壊れかけてるのを、敵でなんとか持たせてて本当に痛いたし。キラは足癖悪すぎる。回避ぶりの脆い機体で肉弾戦すんな。キラも蹴るときはちゃんと、ショックアブゾーバーなどあるだろう足の裏で蹴るから、余裕ないときとかは普通にすねあたりで蹴っ飛ばすけど、どのみちフレームや関節、走行に変な力の加わり方するから、整備班の皆さんの、顔が青くなることには変わりないけど、すれ違い際にシールド手放して突っ込んできた、爆風に衝突させるテクニック。宙返りして砂巻き上げてミサイル爆発させて、爆風を仕留めるシーン狂おしいほど好き。まさにバーサーカー。砂漠でランチャーストライクで出撃した時には、足場悪いってブチギレながら、その場で姿勢制御のプログラム作り上げて、迫ってくる爆風に膝蹴りからのアグに射撃好き。なんなんこいつ。余裕なく相手を殺すモードに入ったキラは怖い。初期の泥臭い戦い方やっぱ好きだわ。オラー。ストライクくん文字通りストライクすぎる。空がタガタになるわ。覚悟が違う時の色をしている。ストライクの PS 装甲が切れて手持ち装備を全て捨てて突撃してきたら逃げろ。この状況で盾捨てられるのがすげえよな。順将本当に喧嘩殺法というか、生き残るために勝つみたいな戦い方。砂漠は撮影マシマシ、ランチャーが印象深いけど、エールの砂巻き上げ、縦置き去りトラップ、頭かち上げキックなど技巧派バトルも見どころや。海中戦ではナイフだの敵の銃だの使う順将好き。キラがアーマーシュナイダーを取り出したら用心性。種の中盤でオーブついた段階で、もうオーバーホールしないといけないレベルで、ストライク酷使されてたんだよな。宇宙行って砂漠行って海中戦までしたんだから、そりゃ当然なんだけど。宇宙船、砂塵、塩害か、よく持ったよ本当に。大気圏突入から超スピードで降下しながら、陣の重心にビームライフル当てるの意味不明すぎて笑える。前降りる剣いいよね。もう無理だろってレベルの敵の数、簡単にさばいてくのが強すぎる。ハイマットフルバーストのライブ感、ケレンミ聞いててよかったけど、バンクにして毎回使ってたのはちょっとくどかったかな。一斉精密狙撃とかいう、順調にしかできないシリーズ、唯一無二かつ頭おかしいレベルの大技。後半は今まで以上に1対多になったから、こういう大技が必要なのだ。ワイは宙返りハイマットフルバーストが好き。このシーン背後からの攻撃避けまくってるんだよな。ハイマはテレビ版でもかっちょいいのに、リマスターで追加されてさらにかっちょいい。リマスターでのレールガン連射は、謎ビームの方が好きだったかもしれない。フリーダムが一斉発射して、相手の頭とか腕とか武器だけが破壊されるのは、不殺を貫いてるキラの意志の強さと、凄まじい技量を感じた。キラの技量が高すぎて、操縦についてこれないルージュが被弾しまくってたな。大立ち回りするルージュくんすこ。プロビデンス戦で最初はミーティアの機動力で、
無理やり避けてたのに、どんどん適応して最後は振り向きざまに、ドラグーン撃ち落としたりしてたの好き。種ってバンク多様のイメージあるけど、なんだかんだ印象に残るバトルは多いんだよな。そもそもデカブツミーティアで水力ゴリ押しとはいえ、ドラグーンの弾幕避けてんじゃねえ。初見でドラグーンと対峙してほとんどかわしてる順調やべえよ。アスラン、シン、盾を使え、盾を。アスランくんは盾ぶん投げてプー、ヘアーするし、シンくんは盾ぶん投げてビーム反射させるなんて、曲芸してるんだから言う資格ないんですけどね。水中だと独断上な最新鋭機のアビスガンダムでさえ、レールガンの狙い撃ちで戦闘不能に追い込む、キラのフリーダムガンダム強すぎんよ。装甲が薄い航行部位を狙い撃つのは神業すぎる。しかも水中に入らずに上空からの狙い撃ちだからね。迷ってたのもあるゆえの勝敗だが、フリーダム VS セイバーとかそれこそ違いが出てるなって、縦投げて捨て身で一撃先に入れるの優先なキラと、縦しっかり構えて姿勢崩してから一撃入れる気のアスラン。堅実な盾のアスランに対して、盾を捨て手さぎりのタイミングを遅らせ、一瞬に左手で抜刀してカウンター入れるって、ハイリスクな攻めの順調。というか盾が変形機能にも関与するセイバーは、気軽に盾を捨てられないんだよね。フリーダム VS セイバーってよく見たら、セイバーの方が反応早いんだよね。ただそれを見越して、二刀流を選択したキラが上手だったよな。このシーンは最初にキラが右手のサーベルを印象付けて、左手のケサギリに対して、アスランの反応が遅れてるのもポイント高い。キラの圧倒的センスが現れてる盾だよな。アスランの得意な接近戦だからこそ、キラは一瞬で決着をつける必要があったわけで、ネタにされるシーンだけど、スロー再生で見るとエグい攻防してるよなほんと。フリーダム撃墜回で途中から肩よく失ってたけど、あれでちゃんと飛行したり、戦闘できる順調地味にすごいなと思ってた。基本戦術なんて全然知らないからこそできる、体幹と白羽取りとかいう頭おかしい技術。真剣白羽取りって生身でも見てから掴むの、ほぼ不可能なのにあの操縦桿でやるってどういうこと？モーションパターンがあらかじめ設定されてるのだろう。それで合ってる。種世界のモビルスーツは、あらかじめ仕込んでるモーションを呼び出して操作してる。出典はアストレイト GBA の友と君と戦場で。順調一人でコツコツ、そういうプログラム組むの好きでしょ絶対。顔潰すモーションを使ったんだと思う。ところでこれってストフリは、二丁のビームライフルをどこにしまってたんや？白羽取りの後にレールガンで追撃するんだが、ストフリはライフルしまうと、レールガン使えない設計ミスがあるから、空中に放り投げてる。もしかして順調メカニックに嫌われてる？メカニックのいじめやバンク作画で、順調の持ち味のチンピラファイトは極まり、結果辻斬りマシーンと化したのだった。やっぱこれがキラを象徴する攻撃だよな。実家のような安心感。